はい、どうもこんにちは、イパです。今日は海にやってきました。今まで淡水の水辺で鳥を探すことが多かったんですけど、今回初めて海に来たので、また違った野鳥たちが見れるかと思います。で、今回から新しくやろうと思ってることがあって、ちょっとうまくいくかわかんないんですけど、こっちでも動画を撮っていこうと思ってます。この前試しにこっちで動画撮ったらめちゃくちゃ綺麗に撮れたんですね。で、ビデオカメラで野鳥を撮影するときに、どうしても遠くの特に水辺の鳥とか撮るとうまく映らなかったりすることがあるんで、こっちでね撮ったら綺麗な映像をお届けできるかと思うんで、使い分けて使っていこうと思います。僕のチャンネルでは野鳥メインで動画を投稿しています。実際にフィールドに出て野鳥を探す動画では野鳥200種の撮影を目指して動画の方を撮っていってます。また野鳥初心者、バードウォッチング初心者の方に向けて野鳥の解説動画、それからバードウォッチング関連の動画もこれから増やしていこうと考えてますんで、興味のある方ぜひね見逃さないようにチャンネル登録お願いします。よし、じゃあ行こう。ここは鳥がいるの分かってるんですよ。以前来たんで、で一番最初に映したイカダイがいて、いるかなあ。おっと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 かわいい、この子ですね。この子白千鳥です。あ、お鍋さんもめっちゃおるわよっしゃ、ちょっと綺麗に動画撮ってみよう。おー、かわいい、やばーいすげー、めっちゃ綺麗に撮れる。あー、かわいすぎるぞ、白千鳥。あー、いいなー。あー、イソシギもおるなー。ハツグミもおるなー。はい、白、うわ、飛んじゃったー。あれ、近く来たんじゃね。オッケー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 、ちょーっと、あべ、かわいいめっちゃかわいい。あー、かわいすぎる。激かわや。白千鳥について何も喋ってないけど、まだあ、やばい、めっちゃ可愛い。お、お前ら寒くないんか、大丈夫か。あ、やばい。やばいしか言ってない。激かわやん。奥多分いそしいやな。やっぱ鳥が追いかけたらダメだよ。じっとしてたらこっちに来るよ、ほら。あ、めっちゃ可愛いぞ。可愛いしか言ってないな。あら、どこ行った、どこ行っちゃった煽るわ。白千鳥はまあ干潟とか砂浜とかにいる鳥なんですけど、かわいすぎる今個体数がどんどん減ってるんですよ。あの干潟とか砂浜が開発されて繁殖に必要な場所がなくなったり、あの巣も砂浜とかに作るんですけど、車の乗り入れとか、あと人が気づかずに踏んでしまったとかで、なかなかうまいこと繁殖できず、数が少しずつ減ってる鳥ですね。はい、こちらイソシギです。イソシギ2回目の散策で出てきましたね。お尻めっちゃぽよぽよしてる、可愛すぎる。なんか白千鳥がこいつ何やってんやろみたいな顔で見てんな。いや、思ってるか知らんけどさあー、かわいいなー、お尻かわいい。白千鳥どっか行ったあ、ハクさん久しぶり。ここめっちゃおるやん、鳥かわいいのー。あー、めっちゃかわいい、やばい。あー、かわいすぎる。あー、いやー、多分なんかカメラ構えて一人でブツブツ喋りながら撮ってる人とか思われてるんやろうな、横の道路歩いてる人とかにさ
君もしかして、お、ボトじゃん。あー、いいね、初めてやん、ボトさん、初めまして。よ、あー、めっちゃつやめいてるわ、羽。ここで初めてですね、ハシボソガラス。ハシブトガラスとハシボソガラスがよく見かけるカラスなんですけど、ハシボソガラスはくちばしが細い、ブトさんは太い。んで頭の額の突き出具合とかも違うんですよね。なんか食った。あと歩き方とかも違ってて、ハシボソガラスはこんな感じで歩くんですよ。ウォーキングって言うんですけど、ウォーキングを多用する傾向にあって、逆にハシブトガラスはホッピングって言って、あのジャンプっすね、こうなんかトントントンみたいな感じで跳ねていくのを多用する、そんな感じです。めっちゃ綺麗に映る、やばい。めちゃくちゃカモメがいます。すごい、何カモメかな、お腹カモもおるな、やばめっちゃおるやん。これカモは全部お腹っぽいか。あ、お腹カモですね。あ、ズグロカモメですね。ズグロカモメ、先週ツイッターのフォロワーさんに教えていただきました。他のカモメと比べるとくちばしがちょっと短めで黒い。それから多分これ今夏バネに切り替わり途中かな。夏になると頭が真っ黒になるんですよね。だからズグロカモメって言います。他にも真っ黒になるカモ見ますけどね。あー、かわいいなー。あー、かわいいのー。ここカモメおったかな。あ、これ違うカモメやな。これはユリカモメかな。ユリカモメっぽいか。ユリカモメはくちばしが赤みがかってて、ズグロカモメよりちょっとだけデカめか。わかるかこれ。ズグロカモメは、あの、羽の今、だからお尻の方なんですけど、なんか白と黒のまだらという、こんな感じになってるの、しましまになってるの分かりますかね。これ羽広げたらまだ位置が変わるんですけど、でユリカモメは真っ黒なんですよね。そこでズグロカモメと見分けられます。くちばしでも見分けられます。これ手前の子はズグロ、奥の子がユリちゃん。あ、これまた違うな。この子は誰？でかいね。これ以上これぐらいできるか。カモメかな。くちばしが黄色よね。見せて、あー、黄色っぽいな。くちばしが巻き引きなんですよね、カモメは。もうカモメもくちばしとか羽の色とか見分けんとあかんから難しいな。いつまでも見とけるわこれ。かわいすぎる。
はい、今回も結構いろいろ見れましたね。どうですかね、綺麗に映ってるんだろうかこれあのビデオカメラで録画した時より綺麗に映せてると嬉しいです。で、ここあの以前来た時に見れた鳥がまだ結構見られてないんで、また今度来てみようと思います。ヘイーパの野鳥観察日記、たくさんの野鳥の姿をお届けしていきますんで、興味のある方ぜひチャンネル登録お願いします。はい、それじゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。